十部の墓、ピエール・シャルル・ジャン十部は、フランスの詩人、小説家、評論家、翻訳家。性をめぐった苦悩と認識が人間を崇高な存在へ高めるという主題を、独自の文体で書く詩風で知られ、1933年から1935年にかけて表された詩集、地の汗は、オーストリアの精神界、ジークムント・フロイトの精神分析学の影響を受けた。 作品で、十部の代表作である。フランス文学者の松田城は、十部を、ポール・エル・アール、ルイ・アラゴンと共に、進歩的、現代三大詩人の一人とした。1887年10月11日、フランスドカレー県のアラスに生まれる。戦前は、同国出身の詩人ジョルジュ・デュアメルや、シャルル・ビル・ドラックラと共にジュール・ロマンが主導した、ユナニミスム運動に加わり、 アベーパの同人として活躍した。第一次世界大戦中はロマン・ロランの影響を受け、戦後はダダイスム運動に参加し、フロイトの影響を受けた。1924年頃、キリスト教に入信し、カトリック信者となった。この間、死臭、時間や悲劇史を表した。第二次世界大戦中は軍隊に従軍し、 戦後は1944年に表された戦争に敗北したフランスに苦悶する宗教的な霊性を歌った詩集、パリの聖母で人気を博した。その後もボードレールの墓などの詩集を発表し、1976年1月8日にパリで亡くなった。遺体はモンパルナス墓地に埋葬された。シェイクスピアのフランス語翻訳者、文芸評論家、音楽評論としても知られる。 十部の詩風は難解で、戦前は人類の終末や不幸、善と悪との永遠の闘争などの宗教的で哲学的な主題を歌い、戦後は敗戦したフランスに対する苦悶をパリの聖母で表現している。代表作、地の汗では、フロイトの精神分析学の影響を受け、無意識的なエロスと死の効率を図ったもので、人間のエロティックな力から生まれる。 地の汗により崇高な実態へ邁進するのが詩人で、あるとした。AB 岩波書店から出版されている、工事園第六版では、十部の表記を用いているが、本記事では、十部で統一する。なお、翻訳は、ルネミ社編、平井正美に訳、ピエールジャン十部以外はすべてピエールジャン十部である。世界文化大百科事典1971。 P70、ABE 万有百科大辞典1973、P193、ABC 世界大百科辞典1972、P212、新潮世界文学小辞典1971、P413、マクベス、ソネット州のほか、ジョルジュ・ピトエフトの協約、ロミオとジュリエットなどがある。ありがとうございます。